皆さんこんにちは。サークル音楽教室声楽講師の杉浦のぞみです。イエーイ。今日も発声練習シリーズということで、リップロールというのをやってみたいと思います。まずですね、はじめに、唇を使った、練習をしていきたいと思うんですけれども、皆さんできますかね。意外とね、これ力が入ってしまうとブッ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 ってなっちゃったりとか、上手にできないという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、この辺のね、口のあたりの筋肉を緩めていくというか、もうとにかく力を入れずに、緩めていく練習ですね。これをちょっとね、やってみたいと思います。では、なおくんどうぞ。よろしくお願いいたします。できるかな。いや、できるでしょう。いや、頑張ります。頑張りましょう。まずね、初めに、ね、はい、何も考えずに、はい、ちょっと一回唇を震わせてみましょうか、ね。はい、できますかね。やってみましょう。おお、できますね。うまいですね。いいですね。いい感じでできてます。このあたりしっかり力抜けてると思いますので、でこれをね、使って発声練習をしていきたいと思うのですが、はい、このブルーのままで、はい、音つけていきたいと思います。はい、できるかな。ちょっとやってみたいと思います、ね。はい、まあ、今ちょっとミーから始めさせていただくんですけども、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、上手に使っていかないと意外と音程取りにくいです、はい、っていうのもね、この辺の力が抜けているので、はい、きちんとこっちで支えてあげないと声がね、支えられなくなってくるので、とってもいい練習なんですよ。はい、でちょっとね、音程やるの難しい方は、はい、もう本当に同じ音で、はい、とかからね、始めていただいてもこうやって上がっていってね、順番にずっと同じ音の練習をまずしていただくのもいいかもしれませんね。はい、